新橋駅前ビルは、東京都港区新橋の新橋駅塩止め口前に、ある建築物である。1号館の地下通路新橋駅前ビル2号館。東屋には、UC カードのネオンサイン JR 新橋駅東側の駅前広場と国道15号の間に位置し、都道とその上部のゆりかもめ新橋駅を挟んで、北側の1号館と南側の2号館からなる。 本ビル建設以前は、狸工事と呼ばれる飲み屋街で、1964年、東京オリンピック後に市街地改造事業が行われ1966年に、竣工した。プロフィリットガラスと呼ばれる、縦に溝の入ったガラスの格子状の外観が特徴的である。この事業に合わせ、駅前広場の地下には、京急新橋地下駐車場による、 京急新地下駐車場が開設された。一号関東屋には、春工時に、京浜急行のネオンサインが掲出された。地下から地上2階にかけては、店舗が入る。地権者の店舗の他東京都による分譲も行われた。かつての狸工事の雰囲気が取り入れられ、飲食店が多く入居する。開業当初から営業する、ビーフン東は、池波翔太郎がよく訪れた。 この飲食店街は新橋駅を挟んだ向かいにあるニューシンバ橋ビルと共にサラリーマンのオアシスとして知られる。3階から9階にかけては事務所で9階には地権者用の住居も設けられた。かつては日本ヘラルド映画のオフィスと試写室もビル内に所在した。過去には1962年から1977年まで常磐急行交通の長距離バスが ビル付近から発着していた。新橋駅前ビル管理組合を含む地権者は、2017年に新橋駅東口地区再開発協議会を発足させた。この再開発計画は、第一景品外堀通り、新橋駅に囲まれた三角形の区域約1.9ヘクタールを対象とするもので、既存建物は2022年から解体される予定である。 当初新橋駅開業150周年に合わせる計画だったが、新型コロナウイルスの影響で計画が遅れ、事業協力として、体制建設、主幹事として、三井不動産、日建設計が参画し、港区やと各鉄道会社との協議を行い、2022年春に準備組合結成が予定されている。ありがとうございます。